アムダール、アムダールは1970年 IBM の元従業員ジーンアムダール博士が創業した企業。IBM メインフレームの互換コンピュータを製造した。1997年7月、富士通の完全子会社となり独立した企業としては消滅した。本拠地はカリフォルニア州サニーベール。アムダールは 大型メインフレームの主要供給業者であった。後にはユニックスなど、オープンシステムソフトウェアとサーバストレージサブシステム、データ通信製品、アプリケーション開発ソフトウェア、各種教育及びコンサルティングなどを商品とした。1970年代、IBM はメインフレーム市場をほぼ独占するようになり、アムダールはプラグコンパチブル、互換機を参照で低価格のマシンで、 ビッグブルーにある程度対抗した。事情通の IBM の顧客は、IBM のセールスマンが来た時に、アムダールのロゴ入り、マグカップをわざと持たせて楽しんだという。アムダール社の最初の製品は1975年のアムダール476で、当時の IBM システム370ファミリのハイエンド機に対抗したものである。しかし、IBM が ダイナミックアドレストランスレーションを発表したため、アムダールは470、6をやめて 470V、6を発表した。ジーン・アムダールは IBM にいた頃システム360の設計チームにいた。システム370はその後継である。21世紀となった現在のシステム Z でもシステム360用プログラムを実行可能である。登場した当時、 470V6 話システム360に比べて低価格で高性能であった。470V6 の最初の2台は NASA シリアル番号0001とミシガン大学シリアル番号0002に納入されている。その後の四半世紀、アムダールと IBM はハイエンドサーバ市場で熾烈な争いを繰り広げてきた。アムダール社は 最大で24%の市場シェアを握ったことがある。アムダール社の成功の陰には、IBM と米国司法省の間の独占禁止法違反の裁判がある。その裁判のおかげで、アムダール社の顧客は、IBM のメインフレーム用ソフトウェア、オペレーティングシステムを無お妥当な条件で使用できたのである。 ジーン・アムダール博士は70年代後半から80年代初期にかけてシングルプロセッサのメインフレームの能力向上を約束した。アムダール社の技術者は富士通の回路設計者と共同で高速イクルチップを独自の空冷方式で冷却する方式を開発した。オートバイのエンジンの周りにあるヒレのようなヒートシンクがチップの上に置かれたものである。 当時の IBM のシステムは、水冷式で冷却システムのために、コストがかかっていたが、アムダールはこの特許技術で完全に、空冷式のメインフレームを可能にした。470システムでは、多層基板上に6、7個のチップを並べ、垂直な柱に、それを設置した。この基板には8個のコネクタがあり、マイクロ同軸ケーブルで、システムコンポーネント間を相互接続している。 中央処理装置で一般的なバックプレーンは使われていない。基板を設置する柱は1面あたり少なくとも3枚の基板を保持する。それぞれの柱には3つの大きなファンが付属しており、大量の空気を動かしてチップ群を冷却する。580システムではチップを111 11個配列したものをマルチチップキャリーヤーズと呼び、 これをシステム内の空気の流れを考慮して配置した。MCCS は大型の区形フレームで水平に設置された。MCCS は複雑な物理配線システムに接続され、プロセッサのサイドパネルがシステムを相互接続した。全体として、クロック電波遅延を考慮して同期させ、非常に高クロックで動作可能となっている。クロックサイクルは15から1 8ノ秒。 筐体には高速ファンが装備され、MCCS に対して水平な気流を発生する。アムダール社のシングルプロセッサーシステムの追加機種として、アムダール 470V、5、7、8がある。470V、8は1980年に登場し、性能向上のために高速な64、軽キャッシュバッファを装備し、初めてのハードウェアによる VM サポート機能。 マルティプルドメインファシリティを導入した。アムダールはまた 470V5 と7で顧客が必要な時により高い性能を発揮する用 CPU のクロック速度可変機能を開発した。この機能は使った時間に応じて顧客が支払いをする方式を採用した。アムダール社内ではこの機能が顧客を怒らせるのではないかという懸念も あったが、管理者が費用を制御できるということで人気の機能となった。企業家ジーン・アムダールは、自らの設立した、この会社を1980年に去り、新たな会社をいくつか起こしている。ジーン・アムダールが去り、富士通の影響が増大すると、アムダール社は80年代中頃に、それまでのシングルプロセッサーへの個室を捨て、 マルチプロセッサシステム5870及び5880を登場させた。また、トム・オルークの指揮下で IBM の周辺機器、フロントエンドプロセッサやストレージなど事業にも進出を試みた。アムガール社内には事業拡大に反対する一派がいて、こういった事業展開を妨害した。周辺機器事業は当初大いに成功した。 前 CEO のジャック・ルイスはこの事業に賛成していたが反対派は周辺機器事業への投資を制限させた。そのため相変わらず IBM 互換プロセッサを主力製品とし続けたためコンピュータ業界の中心が汎用のマイクロプロセッサに移っていった際に他の製品への転換ができず衰退することとなった。アムダール社が最も調子が良かったのは IBM が CMOS 技術への転換を行った1990年代前半であろう。IBM の最初の CMOS 版メインフレーム IBM 9672G3 及び G4 は従来のバイポーラ技術と比してコストパフォーマンスが全く改善されておらず、アムダール社が一時的に技術的優位に立った。しかし、IBM の CMOS 戦略は徐々に技術的に延熟し、 低コストで高性能なメインフレームを生産できるようになっていった。2000年に IBM が64ビットの JARS900 を発表した時、アムダール社のハードウェアビジネスは事実上終わった。彼らには31ビットアドレスのミレニアムとあまりフレックスサーバーしか売るものがなかったからである。2000年後半、富士通、アムダールは IBM 互換の64ビットシステムを 開発するために必要な10ドルをかける計画がないことを発表した。歴史的に富士通、アムダールの決断が正しかったかどうかは不明瞭である。他のサーバープラットフォームとの激しい競争にもかかわらず、IBM の JARS は Linux の利用やインターネットの成長に伴いトランザクションの増加に対応するシステム、6、i x IMS、 db2 などのサブシステムとして2009年現在でも採用され続けている。ジャースは価格が低下しているにもかかわらず販売金額が増え続けているのである。2005年終盤、富士通は EDS 社との提携を発表し、プライミックウェストを日本以外で販売すると発表した。これは IBM のメインフレームとは全く互換性はない。同じ頃はムダールは アブジクスターというソフトウェアを開発したが、マネジメントバイアウトで独立され、最終的にソフトウェア企業であるがアブジクスターを取得した。ZOS1.5 は31ビットメインフレーム上でも動作する IBM のオペレーティングシステムとしては最新のものであり、アムダール社のマシンでも動作する。IBM は Z 1> OS 1.5のサポートを2007年3月29日で実質的に終了した。2006年5月、IBM は新たな Z-Fascia バージョン4を発表し、64ビットのみで動作する、つまり31ビットシステムのサポートが近く了することを示した。2005年12月に登場した Z-TPF も64ビットシステム用のみである。 31ビットシステム向け Linux はオープンソースコミュニティやディストリビュータが興味を持っているは存続するだろう。したがってアムダールのハードウェアの寿命はもう少し続くかもしれないが64ビットシステムへの移行は基本的に完了している。企業や政府機関の中にはアムダールのシステムを2006年中頃の現在も使い続けているところもある。また富士通。 アムダールも2009年3月31日まで交換部品などを保持してサポートサービスを追っていた。IBM は2004年5月に JAAS890 を登場させるまでアムダールの顧客に痴漢を提案できる機種を持っていなかった。JAAS800 も魅力的な痴漢候補であり、2005年終盤のシステム価格は10万ドルを割っている。 システム Z9BC は2006年5月に登場してさらに IBM に顧客を引き付けているし、BC が登場したことで Z800 や Z890 の価格がさらに下がってい2008年後半に登場したシステム Z10BC もまた有力な移行先となった。実際、富士通、アムダールは IBM メインフレームの中古品を販売して、 顧客の IBM 製品への移行を促した。他の選択肢としては、サポートなしで使用し続けるか、アプリケーションを移植して、全く別のプラットフォームに移行するか、メインフレームをエミュレートするソフトウェアフレックス、ES を使用するかである。アムダールの ESA390 ーーエミュレーションプロジェクトは、プラットフォームソリューションズインクという名で復活した。インテル、HP、 マイクロソフトなどが出資し、ITENIUM イイベースのコンピュータ上で、Z アーキテクチャーマシンをエミュレートし、システム Z の OS を動作させ、IBM の周辺機器も接続可能にすると同時に、IBM の周辺機器の必要性もなるべく低減させるために、周辺機器もエミュレートするという方針だった。ローパー方式で、IBM の OS だけでなく、i t e ニアム用の Linux、 HPUX といった OS も同時に動作させる。エミュレーションマシンは最低2個の CPU を実装する HP 製の i t e n i ム m 2ベースのハードウェアで実現され、1個の CPU は Linux が走行する I-O プロセッサとて動作し、残りの CPU が z アーキテクチャーをエミュレートした。2007年第1四半期に PSI は システムの出荷を開始したが、IBM は特許侵害訴訟を起こし、IBM は PSI のシステム向けには OS をライセンスしないという方針を打ち出した。PSI はこれに対抗し、IBM がかつて米国司法省と合意したハードウェアとソフトウェアの抱き合わせ販売禁止という約束を破っていると訴えた。2008年7月、IBM が PSI を買収することで合意し、 両者は訴えを取り下げた。富士通は日本国内で GS21 プライムフォスというメインフレームを販売し続けている。これは基本的にイーサ3 9 5巻でアムダールの技術も利用しているが富士通の独自 OS であるオシブ MSPEX とオシブ XSP が動作するようになっている。MSPEX は IBM の MVS。 イーサに似ており、XSP は IBM のファシア、イーサに似ている。富士通は Z アーキテクチャをライセンス、または実装する予定はなく、これは同様の事業を続けている日立製作所も同様である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。